こんにちは、ジョージ石原です。今回はですね、ちょっと久しぶりに100均のセリアに寄ってきた時に面白いもん見つけたんでね、購入してきたんですよ。ということでね、何見つけてきたかと言いますと、1年ぐらい前に話題になってたみたいなんですけど、ミニチュアのコンテナです。こういうのがね、セリアにいっぱい置いてあったので思わず購入してきました。で、こういったね、結構本格的なね、あの貨物のね、コンテナ、これですよこういうのが売ってあるの。ちゃんとね、認証も取ってるコンテナなんで、まあ、出来はね、いい感じになってます。で、これはあ開いた。はい、まあ、こんな感じでね、開くようになってるコンテナです。いっぱい種類あったんで、とりあえず1個ずつね、それ買ってきたんですよ。で、買ってきたものがね、ちょっと行きますよ。こういうやつですねなんだろうこれ、あんま見たことないけど、こういうのとか、あとねこういうの、ちょっと後でまた詳しく見ていくんですけど、ああ、こういうやつもね、これ見かけますよね。それで、あ、しまった、かぶっちゃったかぶっちゃったね。あと、あ、こういうの、佐川のね、コンテナとか、これはね、よく見ますよね、こういうコンテナ。 あとこういうのもいや、ほんと種類がね、いっぱいあって、あ、これね、色が違うやつちょ、ワクワクするでしょこれ。あとこれもですね、うん、ちょっと色違いで、あ、こういうのもね、あったんですよ。あ、これもだ、福山2ですかね。で、これはね、大きい方のコンテナなんですけど、これの短いバージョンっていうんですかね、こういったやつ、ちっちゃいやつもあったんですよね。ちょっとここ置きましょうか、よいしょ。で、こういったね、ちっこいやつが、さらにこういうのもね、あってということで、まあ、とりあえず置いていきますね。これ、アリさんマークも、アリさんマークもありましたよ。いやー、これもね、これもあっての。いやー、すごかったんすよね。で、まだあるな。あと、引っ越しセンターもある。佐川汽船。違います。佐渡汽船です。ちなみにこの佐渡汽船というのは、新潟県佐渡市に本社を置く海運会社だそうです。それでですね、これを載せるね、こういう貨車ですよ。貨車も売ってあったの。これは古希106型型式でいいんですかね、もしくは形式で、まあ形はね、こんな感じの形になってるんですよね。これも結構ね、出来自体はいいでしょ、作り自体はいい感じになってるんですよね。ここら辺、ここだここもね、しっかりと文字もね、これ書かれてて、ほんとそれっぽいですよね。できんじゃないかなと思いました、これ。で、こちらをね、ちょっと3つほど買ってきて、で、さらにね、あのトラック用、これ車用のやつっすよね、これも売ってあったので買ってきました。これは、コンテナトレーラーと。で、こちらすごいっすよ、タイヤついてて、これ回るんですいいでしょこれ。で、これ全部100円ですね。で、税込み110円かな、はい、になります。とりあえず今回はね、ちょっとコンテナをいろいろ載せてみて、ちょっと遊びたいなと。まずはこのトレーラーのね、コンテナの方に載せると、まあこんな感じでぴったりとね、合うようにやっててね、いいですよねそして、はいこんな感じで、この大きいやつだと、これ2つかな、2つ乗るみたいな感じになってますね。で、ちなみにちょっとこの小さいやつね、この JT のこのコンテナなんですけど、一応ちょっとこれもね、くるっと一周見ると、まあこんな感じで、結構ね、しっかりとね、作られてるんですよねこれ。あ、ちなみにこれ後ろこんな感じで、日本石油輸送のコンテナになってます。まあしっかりとね、これデザインされてますよ。で、こちらだとトレーラーのね、コンテナの方にはちょっと余るんですけど、貨車のやつだと、これは多分3つやね。3つ置けるやつになりますね。そして、じゃあ次これね。これ、なんて言うのこれ。これ、オーシャンネットワークのコンテナなんですかね。はい。まあ、こんな感じで、これも、細かいですよね。このデザインとかもね。細かい。で、こちらもこんな感じになってての、上こうで下こうです。ちょっとデザイン合わないかな、まあいいや。一応こう乗せてみると、まあこんな感じです。はい、まあこんな感じで、どうですか、これはいいですよね。じゃあ、せっかくだから次ちっちゃいやついきましょうか。
アリサンマーク、アリサンマークの引っ越し車よくコマーシャルしてるやつですよね。まあ、こんな感じの、あ、電話番号まで書いてるよはい、まあ、こんな感じのコンテナなっててので、こちらもねパカッと開けると、まあ、こんな感じで、これは一回りちょっと小さいっていうかね、お菓子は入れやすそうですよね。で、よいしょ、まあ、しっかり密閉できるし、なかなかいいっすよ。乗せてアリさんマーク乗せるといいねもう一個乗せましょう。あ、せっかくだからもう一つ引っ越しのやつで、あと引っ越しセンター、はい、まあ、こちらこのコンテナもちょっとね乗せるとねちょっとテンション上がるね。よいしょどうすかこれ、いいねこれは非常に素敵な、感じに、ね、なりますね。あちょ、これでも1個載せときたいから、もう1つこの色違いのこれね、オーシャンネットワークですかね、このコンテナ。いやー、こちらもね、まあ、色違いになってるやつで、これも載せるとまあこんな感じあー、でもちょっと待って、これだったら揃えたいっすよねこう揃えたいっすよね。これはこうしときましょうかこれね、オーシャンネットワーク同士のやつ、うん、置いといて、じゃあこれに、これ JR 貨物のね、じゃあ福山通運、はい、こちらですよ。私これ結構ね見かけるんですけどね、うーんいいね、本当に本物そっくりなのよこれで、これ中は全部一緒ですね。はい、では次は先行グループっていうんですかね、はい、こちらのコンテナもああ特徴的だなこれ、こんな模様になってるんだはい、まあこんな感じにね、なってます。ああ、先行グループホールディング株式会社の、まあ、コンテナみたいですね。じゃあちょっとここに置いてといいねいいね、はい、じゃあ次なんですけど、次はこれいきましょうか。札幌通運です。こんな感じでね、これは私ちょっと見たことはないんですけど、まあ、こんな感じのね素敵なコンテナに、ね、なってますね。ということでどうしようかな、じゃあちょっとここら辺のコンテナを1回下ろしての、じゃあ札幌通のコンテナこっち置いて、せっかくだからもう1個ね間違って購入したこのコンテナを置くと、2つとも札幌通のコンテナになるということで、これもね素敵じゃないですかこれ。いやーこれ楽しいね、あのコンテナ積み替え遊び楽しいですねこれ。ではね、次はこちらですね、この緑のこのコンテナ気になりますよね、 MOL って、はい、まあこんな感じのねコンテナ、これもね私見たことないですね、見かけたことが全くないんですけれども、これ、どこのやつなんですかね、商船三井ね、あそこのコンテナになるんですかね。これ結構渋いですよね。じゃあこれ置いて、じゃあせっかくなんでこれの色違いがちょっとこっちにあるんで、こっちの商船三井のコンテナですかね、はい、まあこんな感じでございますいいねこれも。で、じゃあこれもねちょっとこっち乗っけると、まあこんな感じねおおなるほどね、まあこんな感じになります。渋いね。じゃあ次はこれは何だろう、 OOCL、 これちょっと名前長いんですけど、オリエンタルオーバーシーズコンテナラインリミテッドっていう会社のコンテナみたいですね。はい、まあこのコンテナなんですけど、これも見かけたことないかな。まあこんな感じのコンテナと、これはねあと佐川ですよ、こちらが佐川のコンテナですね。まあこんな感じになりますね。よいしょ、はい、まあ、こんな感じですよ。で、あと、あ、これもね JA の貨物のコンテナなんですけどね。え、それ間違える、 JA じゃなくて JR ですよ、ね、こんな感じで、これはあのプラレールでもねありますよね。で、プラレールよりはこっちの方がやっぱねすごい出来いいような気しますね。こっちだと一緒にこう乗せるとこれですよね。いやー、出来いいな、すごい出来いいっすね。まあこんな感じでございます。で、あとはこっちねちっちゃいコンテナ、こ
ちらもねちょっと紹介したいんですけども、こちらが JOT 日本石油輸送のコンテナになりますですね。なんだろう、ワクワクするというかこう笑いが止まらんですね。でこれもうちょっとね乗っけると、まあこんな感じと、あとはこれ JR のね、 JR のちっちゃい方のねコンテナになりますね。あこれもねいいっすね。でこれちょっとこれ乗っけといての、で最後は佐渡汽船のコンテナになります。まあ、こんな感じでございます。で、乗せるとこうする。はい。楽しいね。はい、という感じでございます。いやー、これはね、いいですよ。すごくいい。どうしようかな、でも、せっかくだから、これプラレールもいけるんすかね。あ、ダメですね。これプラレールのレールは全然幅が合いません。なのでプラレールは無理です。で、しかもですね、プラレールとのサイズ感もやっぱり違うので、ちょっとプラレールとは合わないですかね。あ、ちょっと待って。なんか後ろに手すりがついてる。あ、はい。あ、落としました。はい。まあ、こんな感じでね、取り付けられるようになってて、あーこうなるんだ。まあこんな感じでですね、手すりをつけるとやっぱり一段とリアルになりますよね。非常にいい感じだと思います。ましょうということで、まあ、とりあえず今回はテリアでねいっぱいこのコンテナのミニチュアが売ってましたので、購入してみました。気になる方はね、ぜひチェックしてみてください。まあ、出来自体もなかなかよくできてますし、よくできてますよね。はい。で、あと、ちゃんとあの小物入れっていうんですかね、お菓子とかなんか入れるのにも使えますので、まあ、気になる方はぜひね、あのセリアとかでね、チェックしてみてください。ということで、今回はこれで終わります。ありがとうございました。いやー、いいっすよ。出来は本当いいっすよ。